皆さんこんばんは。こんばんは。そうですね、今日も来た、見た、勝った、じゃ、いや、来た、見た、勝ったわけ、なんだっけ、ジャスカフェという番組ですね。今日も学生のリアルをね、こういうリアルをお伝えしていきます。今日の MC をさせていただく工藤ウリアショフ、まあ、工藤ウリアショフクリメンティなんですけど、みんなにメンティと呼ばれてますね。よろしくお願いします。そして今日のゲストは、伊藤武しています。伊藤武で呼んでください、お願いします。あ、伊藤武ってなんかその1年間やってたよね、2016年間。まあ、今日のテーマというふうになってるんですけども、僕1年間、2016年度大学を休学して、地域おこし協力隊として、地域に行って1年間活動してきました。なので今日はそのことについてお話しできればなというふうに思っています。はい、よろしくよろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。1年間休学してたということですよね、はい、で、復学してどうですか、いろいろ。ちょっと復学してみて、今まで小学校から大学2年生まで、14年間大学、学校っていうものから離れたことなかったんで、すごい今帰ってきて2週間、すごい新鮮というか、なんか戻りにくいなというか、周りの友達が就活生に急に変わっちゃってて、なんかみんなスーツ着て、これが1年のギャップなんだっていうのを感じて、戸惑いつつも楽しんでます。なるほど、そうだね、学年も違っちゃうもんね。そうね、まだ3年生であと最低2年大学行かないといけないんで。じゃあ伊藤武もこれからゴーマイウェイだね。ゴーマイウェイだね。そうですね、そう、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、そうだね、で、行ってきたところは、まあ、その地域おこし協力隊としてその地域に行ってきたということを聞いたんですけれども、はい、地域おこし協力隊って何ですか。ちょっと言葉としては聞いたことがあるんですけど、なかなか中身はわからない。地域おこし協力隊っていうのは、総務省が、まあ、総務省とか地方で各地方自治体さんが、主に指導している、制度のことで、まあ、平成21年からやっている制度で、まあ、平たく言えば都市部に住んでいる若い学生さんとか、まあ、20代30代40代の方を、地域に、まあ、地域というか条件不利地域と呼ばれているところ、まあ、条件不利地域ですね、過疎地域に連れて行って、でそこの町おこしであるとかそういったものを、通して、いろんな活動であるをしてもらって、最大3年間していただいて、まあ、ゆくゆくはその地域に定住をして、うん、そこで生活をして、なりわいを立てていってほしいということを目的として、今まで、7年、8年で4000人近くの隊員さんが全国に、まあ、OGOB 含めていらっしゃって、はい、で、そうですね、4000人近くいらっしゃって、20代、30代の方が7割ぐらい、で男性の方が6割。で女性の方もだから結構4割と非常にいる感じの制度になってますね、うん、じゃあ伊藤だけは結構協力隊の方若い子。そうですね、なんか学生さんで協力隊をしてた方っていうのはあんまりいないみたいで、まあ、若さを特権にしつつも若さがあだになった部分も結構あったりして、はい、今日はその辺も含めてお話できればなというふうに思います。楽しみにしてます。ちなみに大学ってどんな対応するんですか。大学ですか、うん、で学生が地域おこし協力隊に行きたいと言ったら、まあ、僕あの復学届じゃないわ、休学届を書いて、うん、まあ、そのまま理由として書いて、あの承諾はしてもらって1年間休学しますというふうに、認めてもらったんですけども、ちょっと復学するときに戸惑って、なんか教務部って頭固いなっていうのを、うん、教務部その頭固いなっていうのを、学生の観点から知ったんですけども、でも、あの、まあ、行政の中で1年間働かせていただいて、まあ、自治体の職員さん、行政の方の働き方と働きぶりっていうのを見てきた中で、まあ、大変なんだろうなと思いつつも、でももうちょっと制度的には学生がもっと休学とかをしやすくなるような仕組み作りっていうのも考えていただけたらなというふうに、そうですよね、この2週間前に復学して思っています、うん、僕の大学も最近休学費下がったんですよね。本当ですか。もうなんか、もともと町市どれぐらいだっけ、もともと休学費30万ぐらいするよね、1年間で。この30万してた休学費が、まあ、その今その大体あの1年間で10万円ぐらいになって、でその僕自身も諸事情で休学しなければいけないという状況にあるわけなんですけれども、まあ、それが濃厚接なんですけれども、すごくありがたい、こうやって下げてもらうと。そう、あとは頭固いっていうのは本当にそう、そうでも、何か学生が、1年間学生の期間を延ばして挑戦したいっていう時には、すごい休学って、休学費が安い、低くなっているっていうことに関しては、何かトライするっていう意味ではありがたい制度、ありがたい体制になってきたなというふうに思ってて、
もっとそこが全、まあ、もちろんその今さっきメンティーが言ったけど、うん、全部の大学が安くなっているとかそういうわけでもないので、うん、そういった大学さんがどんどん今後も増えていけばいいなというふうに思いつつ大学生活2週間目をちょっとずつ楽しんでいます。はい、はい、これからも皆さん学生生活、まあ、学生で見ていらっしゃる方楽しみましょうね。もういろんな障壁あると思いますけど。そうですね、うん、で糸竹が行ってきたのってどこですか。そうですね、僕鳥取県っていうところに行ってきまして、鳥取県メンティさん、うん、メンティ鳥取の人口どれぐらいか知ってますか。うーんどうなんだろう、ね、ちなみに日本で一番人口少ないんですよ、うん、日本で一番人口少ない80万。あそれだと世田谷区ぐらいいますね。なるほど、もっと少ないです。もっと少ない。松島どれぐらいだと思う。わかんないと言われました。ちなみに八王子市、八王子市あるじゃないですか。ああありますね、あれ60万なんですよ、はいはい、で鳥取市が、あ鳥取県が、まあ、3月末の段階で57万、約57万人。へえそうなんだ、一緒ぐらいなんだ。八王子市より少ないとか同じぐらいとかそういう感じになってて、だからそういう、ね、面積としては結構、うん、横に長いんですけど、うん、人口としては57万人で、まあ、高齢者の方、うん、高齢化率っていうのも 30% 台を大体軒並みキープしてて、うん、結構高齢者の方とか、ね、ご年配の方が多いなっていう地域だなっていうふうに思いました、うん、なるほど。でそこに、いやその鳥取の、鳥取の市街の地域にいたんですか。鳥取の、うん、まあ、いわゆる中心市街地と言われる鳥取市、うん、県庁所在地があるところに1年間滞在をして、はいはい、速攻起点としていろんな地域に顔を出したりとか、はあはあ、いろんな地域を、フィールドワークリサーチしに行ったりというのをしていました。なるほど。じゃあもう1年間ずっと5月からかな、5月から3月末まで、うん、なんでおおむね1年っていう、まあ、協力隊の要件があるんですけども、おおむね1年になんとか引っ掛けていただいて学生の身分ながら、うんうん、休学をして、地域おこし協力隊として鳥取県に1年間行っておりました。いや俺自身もどっか行きたい、1年間大学から去ってね、大学から逃げたいっていう気持ちは自分にもあるんですけれども、はい、具体的にはどんなことをしたんですか、この5月から見ていて。具体的にはどんなことをしたのかというと、うん、まあ、鳥取県って、まあ、県全体としても見てもそうなんですけど、うん、課題がすごい多くて、課題って何かっていうと、まあ、少子高齢化が進んでいるとか、うん、過疎地がすごい多くて、耕作放棄地が多くて、農業がもうままならないから一次産業化が進んでないとか、うん、あとは、まあ、若い人、主にまあ高校、うん、大学生以上の高校を卒業した後にどうするかっていうので、うん、大学進学とか就職の際にみんな県外に出てしまう、若者の空洞化が進んでしまっていて、まあ、いろいろそういう課題がある中で、まあ、県の方から、鳥取県さんの方からお願いされた、うん、業務っていうのが、うんうん、県外の学生を鳥取に連れてきて、鳥取の魅力とか、うん、そういったものを築いて、まあ、将来的に I ターンとか U ターンとかしていただ、うん、もらえるようなそういう仕組み作りの、仕組み作りの一部を、あの学生というか、まあ、地域おこしの協力隊の業務の一環としてしてほしいというふうに言われて、それを1年間していました、うんうん、それが例の学びの場鳥取ですか。あ、そう、学びの場鳥取っていう体制のもと1年間、はい、やってました。業務としては、プロデューサーアシスタントプロデューサーっていう、うん、まあ、ちょっとなんか何なんだろうっていう肩書きなんですけども、うんうん、1年間、まあ、スタディーツアー、東京、まあ、都市部の学生を鳥取県に連れて行って、じゃあ実際今だから地方創生とか地域活性化とかっていうことで、まあ、東京だったりとか、うん、いろんなところでそういうイベントだったりとか、講演会とか、うん、そういうのがあって、まあ、東京の学生さんからしてみてもそういう言葉とか情報に触れる機会っていうのはすごい多いと思うんですけども、うん、じゃあ実際に地方に行ったことがある方どれぐらいいるんですかっていうふうになった時に、うん、あんまり行ったことがない方は多くはなくて、でどっちかというと、まあ、僕の、個人的な主観なんですけども、地方創生に興味がある学生さんってどっちかというと地方出身の方が多いなというふうに思ってて、うんうん、福岡が地元で将来的に福岡戻りたいから、はいはい、まあ、何かしらの文脈で地方創生に興味を、地域に興味を持ってるとかそういう方が多くて、なんか東京生まれの東京育ちの方が地方に興味を持つっていうのはあまりないなっていうふうに思って、うんうん、でだからそういった学生さん、そういった東京の学生さんたちを、まあ、地方に、はいはい、まあ、僕の場合鳥取に連れて行って、うん、じゃあ鳥取のじゃあリアル
地域で起きているリアルな課題って何なんだろうとか、地域の、地域との関わりが今減ってきてるとかっていうふうに言われてますけど、じゃあ本当にそれってそうなのかとか、地域の人ってじゃあ 何を普段してるのかとか、なんでこうやって地方創生叫ばれて、地方ではもう、地方が衰退してしまってるよねっていう、そういう、なんでしょう、偏った情報が流れているのか、そういったのを、そういった偏見みたいなものを、ちょっとでもそうじゃないんだよ、違うんだよっていうことを知ってもらうために、なるほど、そういうスタディーツアーっていうのをしてました。はいはい。糸竹自身ってどこ出身だった？僕生まれだけは神戸で、2、3年神戸で育って、でその後、18年19年、埼玉と東京、で育っててました。なるほど。神戸と鳥近いですね、結構。そうですね、2時間ちょっとなんで、おばあちゃん家にちょっと日帰りで帰ったりとかっていうのもできて、で、いいですね、時間的には東京から新幹線で行くのも、鳥取から特急電車で行くのもそんなに変わんないけど、はいはいはい、値段がやっぱ違くて、そうですよね、半額ぐらいに抑えられたりしたから、そういう意味では おばあちゃん家すごい帰りやすいなとかそういうふうに思って、すごい 2,3 回だから帰ったのかな。なるほど。そういういい機会にはなりました。ジジババ高校はできましたね。いや、いい機会でしたね。あの、僕自身も、ちょっとこの間サハ共和国というところに行ってきたんですけれど、サハ、ロシアの一部分にあったんですけども、せっかくロシアに行くんだったら、おじいちゃんおばあちゃんの家にも寄っていこうかなと思って、いろいろ、普段あまり接さないんですけど、はいはい、あの、自分もなんか、あの、いや、そういう家族って大事だな、家族というか、おじいさんおばあさんの支えって実は結構自分を支えてるんだなっていうのが感覚としてしましたね。自分、あの、ルーツとしてやっぱね、ルーツ残るよね。そうそうそう、ルーツとしてすごく大事だなと思って。で、毎日どんな感じの生活をしてたんですか？毎日朝7時ぐらいに起きて、いろいろ身支度とかを済まして、県庁が、僕仕事場あったんですけど、県庁に行ってデスクワークをしたりとか、あとはなんか、地域に実際に足を運んで、あの、地域でいろいろな活動されている方にお話を聞きに行ったりとか、そういうふうな、リサーチ、そういうのをして、で、実際に今地域でこういうことが課題になってあるから、でそれを解決するために、何かじゃ学生の観点、学生を使った、授業だったりとか、プログラムっていうのを何かしたいよねっていうことで。やっぱりこのなんか学びと仕事が同時にできる環境っていいですよね。そうですね、なんか、僕もこっちにいるときは全然大学行かないで外でいろいろ活動をしてたんですけども、なんで圧倒的に学びとしてはない状態です、からかの状態で鳥取に行ってみて、で自分自身足りない部分がすごい多く足りない部分が多いなっていうことを、強く認識させられて、もう午前中っていうか日中そうやって仕事をして、その後、夜は勉強したりとか、何か学ぶっていうことが多かった、でそういう意味では自分にとって非常に大きな1年になったな、休学した1年、ただの1年ですけども、今まで過ごしてきて1年の中ではとっても色濃く残った1年だなというふうに後から考えれば思っています。じゃあ満足度マックスなんですね。そうですね、満足度マックスのメーター振り切っちゃいました、ね、そうなのか、なるほど。で、ちなみに地域おこし協力隊って雇われてる感じじゃないですか。雇われてる、あ、そうです、ね、国から雇われる感じじゃないですか。給料としてどれくらいもらえるんですか？16万8000円。16万8000円、毎月？毎月です。いいですね。それで例えば、自由に使えるお金として残るのはどれくらいですか？でそこから、もろもろの生活費とかがかかるので、人によりけりですけども、本当に、僕の場合ちょっと鳥取市の市街地、街中だったんで、近所の農家さんから野菜をいただくとか、なんかそういうザ田舎みたいな、そういうのはなくて、なかったんで、ある程度お金はかかった生活だったんですけども、鳥取の本当に中山間地域で活動された先輩の協力者の方とかだったら、イノシシ肉ブロックで一塊もらったよとか、そういう生活をしたからお肉全然買わなかったとか、お米もらったから全然お米買ってないとか、なんかそういう生活をされたりしてて、
まあでももともと生活費とかそういうのもあんまりかからない時期なんで、うんうんうん、結構お金としては皆さん余ってる余ってるって言ったらあれですけども、うん、生活的には余裕ある方なのかなというふうに思いますね。なるほど、はい、結構多分こうやって、まあ、そのお金のこともそうですけど、はい、この東京ここ、まあ、今北千住なんですけれども、はい、東京での暮らしと鳥取の暮らしって相当違うと思うんですけれども、例えば時間感覚とかどうですか？そうですね、僕も、うん、1年間向こうに行ってて、2、3回東京に帰ってくる機会っていうのがあって、うん、まあ、そんな中でいろんな人にお会いしたりとかお話をお伺いしたりとかっていうしていく中で、やっぱり電車が移動の基本じゃないですか。で、うん、電車が5分遅れたから5分遅れます、うん、ごめんなさいみたいな、うん、そういうなんか本当に1分2分に追われる生活っていうのをこっちしてるなっていうふうに思うけど、うんうん、鳥取だったらなんか、まあ、鳥取電車じゃなくて汽車なんですけど、うん、まあ、汽車大体 3、40分に1本とか、まあ、下手したら1時間に1本とかなってしまって、うん、本当だからそもそも移動が車社会なんで、うんうん、あまり遅刻するとかそういう概念もなく時間にすごいル、こんにちは、ルーズ、うん、鳥取はルーズで東京はすごいきめ細かい、うん、でそれが基本あの、なんだろう、都民じゃないわ、首都圏で生活している人の、うん、心とかそういうメンタル的な部分でもちょっとずつちょっとずついろいろ影響していってるのかな、うんうん、なんかだから東京は疲れるみたいな人が増えるのかな、うん、多くなってきてるのかなみたいなことを感じましたね。なるほど。これなんか1年間鳥取で生活してみて自分の生活を普段からこう変えたいとかなかったじゃないですか？普段からこう変えたい、まあ、東京に生活してそこから鳥取に行って、はい、でそこでそれをきっかけになんか内省して自分がこう生活したいとかないですか？ああ、そうですね、うん、自分の時間を持ちたいなと思って、まあ、さっきも言ったんですけど東京にいたらやっぱり時間にすごい追われている感覚っていうのが多くあって、うん、で今も意識してないとやっぱり何か作業に追われるとか、うんうん、まあ、大学の課題に追われるとか、うん、なんかいろいろあると思うんですけども、うん、やっぱりでもそれをしたら心にゆとりっていうのも持てなくなるよなというふうに思って、うんうん、意識的にだから今はじゃあ自分の時間として1日1時間とか30分とかっていうのをきちんと設けて、うん、自分のことを振り返る、ね、1日を振り返るとか、じゃあこの先、まあ、僕あと2年したら就活なんで、1年かしたら就活なんですけども、どうしていこうかとか、その先卒業したらどうしていこうかとか、そういうことについて考える時間というのを意識的に持って、自分がじゃあ今後どうしていきたいのかなっていうのを考えるっていうことにしています、うん、じゃあ東京に戻った板竹はハイブリッド型なんですね、生活は。そうですね、だからその東京と鳥取の視点を両方取り入れて生活している、うん3週間目ですね。ああ、でも今後もそれが継続していけばいいんですけど、やっぱりこっちの生活に慣れてしまうと、うん、それってできにくいな、やっぱ飲み会が増えたりとか、うん、終電まで遊んだりとか、そういうのがやっぱりある、うん、まあ、それも東京の良さだと思うんで、うん、そういうのもしていきたいですけども、なんかどっちかに偏る生活っていうよりかはその中間でいたいなというふうには思います、うん、なるほど。へえ、まあそうだね。でちなみに質問なんですけれども、はい、なぜ鳥取なんですか？なんででしょうね。なんででしょうか。まあ、僕自身今、政経大学の法学部政治学科の、3年生をしてて、もともと政治っていうのは国政政治っていうのが面白そうだなと思って大学入ってみて、で授業受けてみる中で面白いけど、でも自分これ仕事にはできないなっていうふうに思って、大学1年生の夏、前期が終わった時に、うん、でじゃあ自分が将来本当に仕事として関わっていきたい領域とか分野って何なんだろうって、ない脳みそ使って考えたんですよ。そしたら自分の原体験とか振り返った時に、教育、うん、その誰かに憧れて自分もこういう風になりたい、そういうロールモデルを描く、そういう社会にしたいなという風に思って、でそれって何なんだろうと思ったら教育なんじゃないのかなという風に思って、じゃあ教育興味あるなという風に思って、でそう1年生の夏秋ぐらいから教育に完全に自分自身シフトして、生活いろんなことに取り組んでいきました。でしていく中で、まあ、僕自身さっきも軽く触れたんですけども、生まれは神戸だけど育ちは埼玉東京で、首都圏のことしか知らなくて、で、まあ、教育をもっと知りたいとかいうふうに思ってるんだったら、じゃあ地方行ってみたいなみたいな、なんか
きっかけはなかったんですけども、そういうふうに思ってて、思ってたら島根県の、沖伊諸島の海士町、海士町、海士町ってご存知、はい、あ、知らないです。海士町っていう島があって、沖伊諸島、沖伊諸島、ごめんなさい、日本人じゃないです日本人じゃないです、すみません島根、鳥取があって島根があって、島根のまあ離れにある島なんだけど、50キロぐらい本土から離れたところにある島なんですけども、まあそこで11年前かなから高校魅力プロジェクトっていう、まあ島全体をフィールドとして高校生に対していろいろな学びを提供していく、まあざっくり言うとそういう事業プログラムを取り組んでいる方々がいらっしゃって、でその事例を知って、あ、面白そうだなと思って、自分もこんなとこ行ってみて、いろいろ1年間チャレンジしてみたいなというふうには、常々1年生の冬ぐらいから思ってて、で、まあ、そことはちょっといろいろご縁がなかったりとか、僕自身が行くタイミング、踏ん切りっていうのがつきらなかったんですけど、うん、じゃあなんでお前鳥取に行ったんだっていうことなんですけども、まあ、僕の先輩が鳥取県庁の方とたまたまお知り合いで、まあ、ご飯というか会うからよく空いてたら来るかっていうふうにお誘いいただいて、まあ、空いてたんで何気なくフラーっと行ってみたら、すごい面白い方で、うん、で今言ったようなことを、まあ、ざっくり説明したら、じゃあ鳥取でそういうことができる枠組みが地域おこし協力隊としてあるから、うん、まあ、来てみないかっていうふうに言われて、で、まあ、もともとなんかそういうふうに地域に行ってみるってことに関しては行ってみたいなっていうふうに常々思ってたんで、あ、じゃあなんか乗りかかった船だし乗ってみようみたいな、本当にほぼ直感で面白そうと思ったから、その場でじゃあ休学僕していきますっていうふうにお伝えしていくことになったっていうのが鳥取行く経緯、行くまでの経緯ですね。いやー、なんかこの瞬発力ってありますね、言っただけに。そうですね、でも本当にそこの直感を僕は信じて生きてきて、なんかその物事を難しく考えるとかっていうのはどっちかというと苦手なタイプなんで、うん、そのまあ、これって決めたらやるみたいな、そういう判断を今までしてきて、でそこでまあ失敗は、あ、ん、失敗はしても後悔はしたことなかったんで、ないようにって切り替えて切り替えてやってきたんで、じゃあそれもじゃあもうご縁だし突き進んじゃいみたいな感じで、うん、よく最初にメンティーが言ったように Go My Way で Go My Way、 糸だけ Go My Way ですね、でやってきて、うん、たっていうのが鳥取行くまででした。はあ、なるほど。鳥取にいた時って、はい、結構僕 SNS でよくちょっと実はこの番組の前に糸だけの1年間分の SNS 発言チェックしたんですよ。あら、本当怖いでそしたら出てきたのが、はい、鳥取でいろいろしてみたときに、はい、学びが足りなかったっていうところなんですけれども、はい、糸だけは普段は直感で行動する分、はい、この学びが足りなかったっていうことでしょうか。学ぶ姿勢というか直感以外のところが足りなかったということでしょうか。そうですね、まあ、僕も最初、さっき言ったんですけども大学1、2年生の時あんまり勉強っていうのはしてこなくて、うん、勉強って多分そもそもそんなに好きじゃない部類の人間 で今までまあ受験勉強だったりとかそういう部分でしてきた部分あったけど、でもしてきたっていう感覚、受動的な感覚だったから自分から学びたいとかそういうふうにはあまり思ってなくて、うん、で大学入ってからそれがすごい顕著に現れてきて、学ぶことから多分無意識の間逃げてたのが2年間だったんですけども、鳥取に行って、まあ、自治体さんの中で一緒にお仕事だったりとか、うん、まあ、いろんな地域の、地域事業の従事者さんとお仕事させてもらう中で、まあ、僕まだ学生だったんで 20だったんですけども、一緒にさせてもらう方って30の方とか40、もっとそれ以上の方とかいらっしゃって、まあ、もちろん経験もそうなんですけども、いろんなことを知ってらっしゃる。で自分がその話についていけなかったらいる意味がないし、ただお金もらって1年間鳥取でなんか楽しんでるだけになってしまう。でなんか自分としてもそれは嫌だし、周りからもあいつ、あ、僕が帰った後になんかあいつ来たけどなんかしょうもなかったなって言われるのすごい嫌だったんで、まあ、頑張っていろいろ勉強して、で、まあ、地方創生のことだったりとか地方地域学、あ、まあ、地域学もそうなんですけども、うん、地方創生とか、まあ、地域行政、あ、地方行政、地方自治体とかのあり方とか、うん、あとはまあなんだろうな、町づくり、はい、そういうのについていろいろ学んだりして、まあ、まだまだ全然勉強中なんですけども、いろいろ自分の興味関心の分野っていうのを広げられたっていう意味では、この1年そういう意味で学びは大きかった。なるほど。し今後も続けていきたいなというふうに思えた1年でした。興味関心広がるって素敵なことでしたね。もう視野が、そうですね、うん、なんかだからそうですね、なんか自分が思うのはそのこうやって
まあ、趣味の範囲というかその自分が見える視野が広がるというのもそうなんですけども、学問って一種の言語でもあるじゃないですか、うん、だから本当に、まあ、先ほどその糸竹が言ったように30代とか40代の人とは一緒に、まあ、使ってくる語句も違ってくるし、うん、そういった意味でプロフェッショナルな言語を使わないとなかなか意思通達できないというか、うん、その自分がいい感じに動けないというか、はい、たくさんありますよね。なるほど。でこの学びの場鳥取なわけというその授業の、はい、アシスタント、プロデューサーアシスタントそうですね、やってらっしゃったんですけれども、はい、学生とごめんなさい、僕の捉え方で合ってますか、全国の若い人たちや学生が鳥取に来てそこを、まあ、フィールドとしてスタディーツアーとか、はい、スタディーツアーとか。なるほど。何を学ぶんですかその現地で彼らは。うん、まあ、地方のあり方、うん、地方のあり方すごいざっくりわっつらだけ言ったんですけども、うん、どういうふうにしてその地域のコミュニティが作られていくのか、形作られていくのかとか、どういうふうにしてその地域の物事っていうのが決まっていくのか、まあ、っていうのも学んだりとか、あとそのなんだろうな、その実際今だから地方創生とか叫ばれている中で、リアルって何なんだろうとか、人口減少しているって言われても東京にいたら全然ピンとこないですよね。ピンとこない。もう人増えていく時間がしかない。そうですね。でも鳥取に行って、うんうん、もう僕今も多分鳥取県のホームページ鳥ネットっていうんですけど、そこに載ってるんですけど、鳥取県の人口が日々更新されてて、僕行った時見たら58万人だったのが、うん、帰る時に見たら57万7千人になってて、うん、3千人減ってるんですよ。まあ、自然減社会減どっちでもありど3千人減ってて、人口減少って本当に減ってるんだ。でそういうのを、まあ、僕は、まあ、県のそのサイトから見たりとか、まあ、実際に地域に足を運んで見たりとかっていうのをしたんですけども、で実際にやっぱそういうのを体験してもらうこと、うんうん、やっぱりなんだろうな、そういうふうにお金を払ってとか時間をかけて鳥取まで来てくれ、鳥取組んだりまで来てくれるんであれば、地方創生とか地域活性化とか何かしらやっぱそういう地域に関わること、地方に関わることには興味関心はある方が多いかなというふうに思うんで、じゃあそういう人に対して地方のリアルっていうのを見せたいなというふうに思って、その、うん、地域のおばちゃんたちとおじちゃんおばちゃんたちと交流させて、その地域の歴史とかを聞いたりして、じゃあそこから学べることって何なんだろうとか、うん、今後その地域がどういうふうにしたらちょっとずつ元気になっていくのかなとか、若者が帰ってくるにはどうしたらいいのかとか、そういうことについて学んでもらう場として 2,3 回ほどそういうスタディツアーを設けさせていただきました。そっかそっか。いや自分も行きたかったもんですね。ちょっと季節的には夏と秋、夏と秋ですね、うんうん、あと冬にもやろうとしたんですけど、はい、ちょっと大雪で流れてもらったりとか。大雪どれくらい積もるんですか。例年10センチ程度らしいんですけど、なぜか僕の行った年だけまあこれそうなんですけど90センチで、この木がもう完全に雪で真っ白みたいないう風になってしまって、なるほど、生きるのが大変でした。生きるのが大変そう、まあ、こっちいたらこの雪見ないじゃないですか、うん、まあ見ない、こんな雪は見たことなかったんでびっくりしました。なるほど。でこの一つ僕としても聞いてる僕として気になるところではあるんですけれども、はい、この人口減少っていうところに関して、さっき、まあ、人口が減少してるっていうのが、うん、まあ、先ほど言ってらっしゃったじゃないですか。で糸竹は、この58万人が57万人になったというのを見てどういう感情を抱きました。どういう感情を抱きました。まあ、僕ももしくは感情を抱きました。そもそも、まあ、そもそもっていうか、うん、元々東京とか、まあ、こっちの方で育った人間だったので、うん、人口減少とかシャッター街とか、うん、そういう単語はニュースとかいろんな記事とかで見たり聞いたりはするけど、実感を持ったことってなくて、で鳥取に行ったのが5月の2日だったんです、うん、去年の5月の2日で、まあ、ゴールデンウィークじゃないですか、うん、で空港からあとシャトルバスで駅まで、まあ、行ってて、その中でシャッターが、あ、シャッターじゃない、商店街があった、うん、あるんですけど、全部大体シャッターが降りてて、いやこれがシャッター街なんだみたいな。でもゴールデンウィークからたまたまだよなっていうふうに捉えてたんですけども、1週間経っても2週間経っても閉まったところが多かったりして、うん、あ、本当にあるんだなっていうのを思ったりとか、まあ、それこそ、うん、まあ、さっきも言ったけど人口が3000人減ってるっていうのを本当に感じられて、うん、なんでしょうね、うん、でもなんか聞く側の自分としては、はい、人口減少って現実だと思うんですよね、はい、でこうやって都市に人口が集中していくのも、その今の、まあ、ユーバニゼーションというか都市化
の自然なその流れの一つですし、うん、こうやって良くも悪くもない、うん、あの地域が衰退するのも良くも悪くもないという、あまり僕はその普段触れてないからかもしれないんですけれども、うん、あまりそういった善悪のあまり善悪というかいいか悪いかという評価あまりしないんですよね、うん、で糸竹はもう地方、まあ、もっとその鳥取に地域おこしされてほしいというか、もっともっと栄えてほしいという思いはあるんですか？そうですね、うん、やっぱり、栄えてもらいたいなという思いはあって、まあ、1年間自分が変わったっていうのも大きいんですけれども、うん、やっぱりそのなんだろうな、鳥取県58万人の人口がいて、大学生、うん、高校生が1万6000人ぐらいで、うん、大学生が6000人ぐらい、若い人がやっぱり少なくて、うん、でその人たちがみんな県外で出てしまうっていうのがあって、はいはいはい、そういう現状があって、まあ、高校とか大学とか就職先がないからっていうので出ててしまう、ある種の、まあ、鳥取に限らず、うん、いろんな地方都市さんで起きている現状なのかなというふうに思うんですけれども、うんうん、でもやっぱり日本47都府県あって、うん、統廃合っていうのはなかなかやっぱりないじゃないですか、うん、っていう中でやっぱりその鳥取、まあ、僕が行った鳥取がそういうふうにどんどんどん衰退していくっていうのはあんま受け入れたくない現実になるんで、なると思うし、うん、ですごいいいところもいっぱいあるんですよ、うんうん、そのなんだろうな、東京から移住してきてわざわざそこで仕事を始めたりとか、うんうんうん、まあ、個人事業主と仕事を始めたりとか、はい、学生ながら、地域と一緒になって仕事、あ、個人事業主としてゲストハウスを開業したりとか、うん、そういうようなちょっとずつちょっとずつ思いを持った人が、うん、点ではいるけど、それが線にはなってないし面にもなってない、あ、そういう現状があって、そういう人たちをもっと東京とか都市部とかとつなげていくことっていうのが、まあ、僕が今東京にいてできる唯一のことなのかなというふうに考えたりはしてますね。なるほど。という、まあ、さっきからなぜ鳥取なのかって質問してきたんですけれども、なんか多分鳥取に行ったのは偶然だったけれども、はいはい、帰ってきたから鳥取に行ったことは必然になってたっていう感じなんですかね。そうですね、だから後から、うん、後から論であればなんぼでも理由はつけられるし、多分僕が行った頃は香川だったら、うん、香川がすごい好きになって香川で何かをしたいっていう風になってたんだろうけど、うん、まあ、1年間鳥取に行っていろんな、まあ、人であったりとか自然だったりとか、まあ、観光地、うん、まあ、景色かっていうものに触れて、なんかもう自分の生活の中で鳥取っていうものが切り離せなくなって、いつの間にか切り離せなくなってしまってて、第二の故郷、そうですね、僕だ、だから第2かな、第2か第3かな、うん、で、まあ、僕自身だからその5月に行った時にはもう絶対こんなところに二度と帰った後には来ないっていうふうに思ってたんですけども、めっちゃ行きたいなみたいな、うん、今もう鳥取ロスがたまらないみたいな感じになってて、うん、まあ、再来週にもまた行くんですけど、お、行くんですか。そうです、っていうぐらい、ぜひいつか同行させてくださいぜひぜひいろいろ、うん、ご案内します。じゃあもう絆というか本当につながりが生まれたんですね。そうですね、やっぱりつながりが生まれることで、うん、またあそこの地域に行ってみたりとか、うんうん、なんだろう、で鳥取を、起点として生まれたご縁とかっていうのもあって、じゃあ佐賀に行く機会が生まれたりとか、うんうん、岩手県の芝小川プロジェクトとかやってるところとかに、はい、じゃあ今度来てみてやらとかっていうふうにさせていただいたりして、鳥取を起点としていろんなご縁とかっていうのが生まれてきてるんで、うん、そうですね、だから鳥取っていうのは本当に行ってよかったなというふうに思える場所ではありますね。うん、もう多分一人一人それぞれ、ね、鳥取とか地方と関わってみて、はい、それぞれの良さって作れればいいなと思いますね。そうですね、多分糸竹が、ね、お互い捉える地方とか鳥取は多分違うんだろうもん、うん、なるほど。でこのなるほど、ちなみに、はい、俺に僕にですね、はい、鳥取のどこに行ってほしいですか。鳥取に行ったらどんなことしてほしいですか。メディ何が好きですか。食べ物でもいいし、うん、風景でもいいし景色でもいいし、こんなのが見たいとか、ね、こんなのが食べたいとかと。僕はじゃあ魚で、うん、いやそう、鳥取県って、うん、まあ、海に面してて、日本海に面してて、日本海、うん、多分何でも取れるんですよね、うん、マグロの、なんとかマグロ、クロマグロかな、ちょっと名前忘れたんですけど、うん、境港って港があって、そこで取れるマグロの、そのあるマグロに関しての漁獲量は全国1位とも言われてたりとか、うん、あとカニ、
カニも有名。まあ、ですか。そう、松葉ガニっていうカニが取れて、なんていうの、一匹、うん、百万、高いやつだったら本当にうん百万とか百何十万とかそれぐらいで競り落とされるぐらいの、うん、いいものが取れたりとか、あとは白身魚とか、うん、美味しくて、僕だから東京帰ってきてからあんまり魚食べれないな、食べたくないなみたいな感じになってきてて、だからぜひ美味しいお魚いっぱいあったりするんで、魚が好きだったら行っていただければと。堺港行きます。東京から1時間半なんで、うん、1時間、1時間半。あ、そうですか。まあ、僕はヒッチハイクで行くと思うので1、2時ぐらいですかね。ヒッチハイカー、うん、ヒッチハイカーメンティーなんで。でもヒッチハイクも多分楽しいですね、うん。ヒッチハイクで行くんだったらどこがいいんですか、鳥取の中で。なんか山とかいろいろあるって聞いたんですけど。鳥取だったら、ヒッチハイクで行くんだったらどこだろうな。水徳山っていうのがあって、水徳山、投げ入れ堂っていうのがあって、うん、今日多分写真にはないんですけども、この前、この前じゃないですね、16年、2016年の10月21日かなに、鳥取中部に地震があって、まあ、震度7ぐらいの、マグニチュード7ぐらいかの地震があって、で、まあ、死者とかは奇跡的に誰もいなかったんですけども、その水徳山という日本遺産かなに認定されてる、お堂かがあって、もうなんか断崖絶壁のところにあるお堂で、ちょっと調べてもらったらいいんですけど、断崖絶壁のところにあるお堂、誰がこんなんどうやって作ったんだろうみたいなのがあって、なんかもう命がけで登るようなお堂があって、そことかにヒッチハイクで行ってもらえたらいい経験になるし、いい思い出になるんだろうなというふうに思います。あ、僕も今こうやって話聞いてて、自分鳥取に対する学び超足りないなというか、もうだからあれですよね、もっとこうやって地域のことを勉強していったら、実際そのまあ行くにしても楽しみ方がいろいろ増えますもんね。そうですね、やっぱりその、まあ、僕も地元の方じゃないからあれですけども、地元の人の視点っていうのもすごい大事で、なんかそのまあ Google とかで鳥取観光地とか調べても、確かにすごいいいところが出てきたりはするんですけれども、なんかすごい1年間中にいた鳥取県民だった人からしてみたら、すごいなんかなんだろう、鳥取っぽさだけを切り取っただけの情報にしか過ぎなくて、いやもっといいところあるでしょみたいな、全然俺そういうの伝えられるしっていうぐらい、いろいろいいところがいっぱいあるんで、ぜひぜひなんか鳥取行きたいとか、そういうのがあったら聞いてもらえたらなというふうに思うし、なんかもっとそういう情報をいろんな地域に発信したりとか、まあ僕自身もいろんな地域に実際足を運んで、地元の人、地域の人と交流をして、その観光客の角度から見るのじゃなくて、地元の人の角度を交えた、そういうなんか120度ぐらいの角度から120度、まあそうですね、地元の人の目線も入れたっていう意味で120度の角度からその地域っていうものを捉え直して、地域を楽しむことができて、まあ拠点の一つとして設けたりとか、そういうのをできればなというふうに思っております。なるほど、そっか。で、本当にすごい、また学びの場の鳥取に戻るんですけれども、こうやってより若者にもっともっとその鳥取に来てもらう、っていうことを目的とした、目的で、そこで何か新しいシンクタンクじゃないけど、そこで新しいアイデアなり、そういったものを生むために、作られた授業だと思うんですけれども、糸滝に聞きたいところが一つあります、どうしたら鳥取にもっと若者が来るようになるんですか。そうですね、僕も思ずっと1年間考えたんですけども、別に場所としてはすごい悪くないんですよ、観光地としてもそうだし、食もあるし、でもそれって多分どこの地域でも同じことであって、でだからなんだろうな、日本酒って言ったら真っ先に思いつくのどこですか。日本酒と言ったら、すみません、わからないです。日本酒、まず日本酒と言ったら何が思いつく、どこですか。どこですか。あ、まあやっぱ東北米どころっていうイメージがあるじゃないですか。でも鳥取も結構日本酒あって有名なんですけども、やっぱりその他に有ブラン何かその一つの日本酒とっても一つのジャンルとして有名なところがあればそこに負けちゃうから PR としては弱い、そういう部分が鳥取、まあその日本酒だけじゃなくていろんな部分であって、で
そこの良さに気づいたとしても学生さんだったらやっぱりお金がないじゃないですか、うん、です、まあ、僕も今金欠だし多分メンティーも金欠だと思うんですけど、金欠です、やっぱりお金が誰か貸してください視聴者さんよろしくお願いします。お金がないから行きづらいで、時間としてさっきも言ったけど飛行機だと1時間半なんで1時間10分なんですよ羽田空港から、うん、でも ANA のやつあのちゃんとしたやつなんで、うん、往復で言ったら4万円カーブのシュート使っても4万円するんですよ、うんうん、やっぱ高いじゃないですか、うん、でメンティーみたいにヒッチハイクする人なんていうのはすごい稀だから、誰しもがそんなねお金を使わずに生きるなんてことはなくて、やっぱりそのお金っていうのはすごいネックになってくる、だそういう意味では LCC さんとか開通できればもっと行きやすくなるし、僕自身ももっと行きやすくなったり、鳥取の学生を東京に呼んだりとかっていうのはしやすくなるから、そこは一つの解決策になるんだろうなと思うけど、まあ、実際それがどれだけの人が使うかとか、うんうん、そういう、まあ、現実を見てのあれもあったりするんで、どうやったらもっと人が来るんでしょうね、うん、ちょっとまた今度考えていきましょう。あ、よろしく。で、人が来た先にどういう体験をしてもらいたいと思ってます、はい、どういう感覚で、もう実際に鳥取に行ってみた人、はい、まあ、どこがゴールなのかっていうところ、はい、そうだな、うん、まあ地方出身の方が東京とか、まあ、首都圏で生まれ育った方からによるんですけれども、うん、東京だけの価値観、東京だけの価値観とか地方だけの価値観で動いてたら、なんかなんだろう、時代に乗り遅れって言ったらあれですけども、どっかでミスをするんじゃないのかなっていうふうに僕は思ってて、まあ、東京だけの価値観だったら、そのさっきメンティーも言ってるけど、人口減少とか地方創生の現場とか実態っていうのがなんかよくわからない、言葉だけが浮いているような、そういう状況で生活だったり仕事をしていく、でもで片一方で地域だ地方だったら、そのなんか人口減少のリアルとかそういうのは知ってるけど、じゃ東京とかで流行ってるサービスのことだったりとか、今後何が来るかとか、うん、そういうビジネス的な観点っていうのが身につきにくい、うん、その情報を意識的に取る人だったら別かもしれないですけど、あのただ生活してるだけだったらそういう情報として流れてこないから、うん、流れてこないという現象があって、でどっちもどっちでどっちも偏ってたら良くないなというふうに思ってて、その両方を兼ね備える価値観っていうのを、鳥取じゃない、まあ、地方だったら身につけられるんじゃないのかなというふうに思ってて、でそれを短期間でもいいから身につけられるような、うん、そういう、そういう経験とかっていうのを地方でしてもらいたいなっていうのはあります、うん、価値観を身につけるってでも結構大変なことですよね。そうですね、観光ではできない。そうですね、だからできることではない、地元の人の視点から地方を見てみるってこと、うん、それが大切かなというふうに僕は捉えています、うん、それこそ地域おこし協力隊として1年間現地に行った人としてはできると思うんですけれども、はいはい、このどうやって短期間で行く人にこうが難しいですね。地元、本当は地元の人に密着をして観光もそうだし生活も、うん、彼らの生活様式からいろいろ学んで、またじゃあ鳥取に来てみたいっていうふうに思って、まあ、その1回だけで済ませるんじゃなくて何回も何回も来ることによって、うん、あ、鳥取らしさってこういうことなんだというふうに知ってもらったりとか、うん、でそういうのを知っていくに、あ、そういうのを積み重ねていって、うんうん、じゃ あのなんか基盤もできたしつながりもできたから、うん、じゃあこっちに移住して何かをしてみたいなとか、うん、はい、2拠点で生活をして生活仕事をしてみて、うん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 、見る、だそういう今働き方改革とかそういうことを叫ばれてるけど、うん、やっぱりそういう地方と東京で何かをしてみる、そういうことってすごい大事なんじゃないのかなというふうに個人的には思っています。もうなんかもう現場に身を置かないと、ね、そうですね、やっぱりその、うん、そういう現場に公務員の方にしても、うん、やっぱり大変、公務員の方にしても学校の先生にしてみても現場に出てみるってすごい大切、現場の声を拾うってすごい難しいけど、難しいというか大変だけど、うん、実際それが一番大事なんだろうなというふうに、うん、それがないと人が変わらないですよね。実際にあの自分が、まあ、いろんな、まあ、目的とかを与えられた中で、はい、しっかり 現場で動かないと、このなんだろう、自分も変わっていく動機もないし、うん、変わっていく内容もないし、そうですね、結局、まあ、それこそ多分一つの答えとしてはもう糸竹が今ゴーマイウェイしてるようにあのもう都市から地方に来てもらった人たちに、はい、都市の価値観を持った上で地方の価値観も、まあ、多少は取り入れてもらって、うん、それぞれのマイウェイを見つけてもらうっていう、そうですね、都市と地方の両方の価値観を備えて生活、うん、仕事をしていくってことは、うん、まあ、今後日本、まあ、引いては国外においても、うん、ビジネスとか
推していく上では大切になっていくんじゃないのかなというふうに1年いて思って、うん、で今後その観点価値観観点っていうものを、うん、あとまだ僕2年学生があるんで、うん、そこで磨いていろんな地域に足を実際に運んでみて、うん、磨いていったりとかっていうのができたらなというふうに思ってます。なるほど。もう現場って多分地域とか地方とかそういうことじゃなくて、外国とかその地方とか、まあ、その日本の地方とかそういうことじゃなくて、まあ、それこそいろんなコミュニティに自分、うん、いろんなコミュニティでもあるし、なんだろう、まあ、まあ要はその地域だけ、そのなんだろう、そのメートル法の話だけじゃないっていうことを言いたかったですね。で、人作りっていうことになってきますよね。人作り、そうですね、うん、要はその人の価値観を変えていく、人に成長する機会を与えるとなると、うん、このなんだろう、多分その実はごめんなさい、このインタビューというかその番組を前にちょっと糸竹さんと話したら、あの糸竹さんが将来人作りをやっていきたいっていう宣言をしてたのでそこに関してもう少し詳しく教えてもらいたいな。まあ、うん、今メンティーが人作りしたいっていうふうに言ってくれたんですけども、まあ、うん、そんな大行なもんではなくて、うん、まあ、僕自身がその、まあ、地方と東京っていうのを見てきて、うん、その、まあ、学生さんにしても社会人の方にしても選択肢とか情報を持ってる人って、まあ、限られてるなというふうに思って、うんうん、それが平等っていうか、みんな多くは持ってなくて、まあ、多く持ってる人はすごい多く持ってて、それを提供できる人はいるけど、持ってない、片や持ってない人っていうのは全然持ってない。でその中から自分の将来っていうのを選ばないといけないっていうふうになった時に、うん、すごいそれってなんだろう、不平等っていうか、うん、人生1回しかないのに、うんうん、その自分のすごい、狭い視野の中から、うん、何か自分の重大な選択をしないといけないってなった時に、少ない選択肢ですごいもったいないし、うん、そうですね、どうせなら増やした方がいいよねって、うん、まあ、その決断をするっていうこともすごい重く大変な、作業というかことなんだけど、それをすることで成長でき、人って成長できるというふうに僕は思っているんで、うん、そういった、選択肢とか情報っていうのを与える、うん、そういうことを地方や東京の学生にしていくうん、っていうことが、まあ、したいな。でそれって何なんだろう、教育の観点なのかもしれないし、人材育成の観点かもしれない、うんうん、僕はどっちの観点からもそれって取れるなっていうふうに思ってるけど、まだなんかどっちなんだろうな、で多分その中間なんだろうなって自分自身の中で思ってて、うん、だからまあ人づくりっていうちょっと奥義ような、言葉を使わせていただきました。はい、なるほど。で要は、はい、人が自分が、はい、生きたいように生きていく、そうですね、自分が自分自身でいられるような、うん、人が一番輝けるようなそういう社会っていうのを作りたいっていうか、うん、まあ、作れるほどじゃないですけど、作る貢献をしたいなっていうふうに思ってます、うん、なるほど。この選択肢に関する情報を提供するっていう一つの、はい、まあそのなんだろう、ソリューション、はい、ソリューションもありますし、それからあのなんだろう、それこそ人を地方に連れて行って、それでいろいろ学んでもらうっていうソリューションもあるし、人さらい的な感じですね、うん、そしてさらに多分もう一つ大事なのが、うん、もうこれ知らない僕の観点なんですけれども、はい、このいろんな選択肢がある中でトライ&エラーができるような、うん、そういう仕組みを作らないと、なかなか選択肢がたくさんあっても、もう危機一髪であったら人って絶対踏み出さないじゃないですか、うん、多分、まあ、そういうことも必要なんじゃないかなと思うところはありますね。そうですね、なんかその失敗しても、うん、リスタートが切れるような環境作り、うんうんうん、そういうのってやっぱり大事だし、そこで、うん、まあ、学生がそういうトライアンドエラーをしていくにあたっては、うん、社会人の方のまあ、ご支援って言ったらあれですけども、うん、ご協力っていうのが必要になってくると思うし、でそういった意味で見てみたら、地方っていうのは、うん、若い人が足りてないから挑戦はいくらでもしてほしいっていうふうに皆さん捉えてて、でそこでもし失敗をしてみても、受け止めて、はい、もう一回スタートを切らせてあげるような、そういう体制とかっていうのも今、まあ、鳥取や地方ではちょっとずつできてきてて、うん、なんで、まあ、僕もまだ学生だからそうですけども、うん、もっと地方の学生さんとかにはそういう地域で地方でいろんな挑戦をしてもらえたらなというふうに思いますね、うん、ちなみに今学生若者って、まあ、そのトライアンドエラーをトライアンドエラーの話をした時に、学生と若者に限定してたように思えたんですけれども、はい、
社会人に関してはどうですか、社会人のトライアンドエラーに関しては。あ、もちろんでもそれも全然大丈夫と思いますし、うん、多分僕もあと2年か3年したら社会人になるんですけど、多分トライとエラーしかしないと思う、うん、トライしてエラーすることしかしないと思うので、うん、そういう意味では社会人の方を、支えていける土壌とかっていうのも大切なのかなというふうに思っています。うん、少なくとも言えることとしてはその大学生若者の方が圧倒的に再トライしやすい、まあ、そうですね、うん、金銭的な意味でもそうだし時間的な意味でも余裕っていうのはやっぱりあると思うんで、うん、大学生の方がトライしやすいし、うん、エラーしても追う痛手っていうのはそんなにないから、やっぱりもっともっと、うん、まあ、僕らもまだそうだしまだ学生なんで、もっとトライアンドエラーしていくことっていうのが大切かなっていうふうに思っています。なるほど、なるほど、そうか。でなんかもう被災者さっきから人づくりとか価値観とか言ってるんですけれども、実際に例えば情報提供であったり、例えばなんか分からないけどその人材を紹介するということであったり、うん、具体的にこれでいきたいっていうアイデアとか方向性ってはあるんですか、分野っていうか、この実現するにあたって、うん、そうですね、地方とかとは一緒に何かやりたいですか。うん、地方と東京の学生であったり社会人をつなげて、うんうんうん、やっぱりその知らない観点を知ってもらう、うん、そこをするための基盤作りっていうのはあと残りの2年間の学生でしていきたいなというふうに思うし。なるほど。やっぱりその楽しみですね、まあ、2年間。そうですね、僕自身が、うん、まあ、情報も提供したいけど情報を提供するためにはまず人を知らないといけなくて、で人を知るためには地方に行かないといけないから、はい、ちょっと残り2年間でいろんな地域に足を運んでいろんな地域のコミュニティを知って、そこからじゃあいろんな選択肢を手に入れて、でそれをまた再分配という形でいろんな学生とか社会人の方、まあ、学生の方かに提供していくことができたらなというふうには今は思っています。はい、視聴者の皆さん、まあ、糸竹の将来を皆さんで応援しましょう。僕もめちゃめちゃ楽しみにしてます。2年後自分も2年後なんとかなんとかして自立しないといけないので。そうですね、うん、で時間がちょっと余ってしまったので、もうがっつりあと3分ぐらい、はい、鳥取の魅力に関して熱弁してもらっていいですか。そうですね、どう写真ないんだ鳥取、まあ、さっきメンディー言ってたけど、うん、言ってもらったけど、うん、まあ、魚とかっていうのもあるし、うん、あと、まあ、これ、ありがとうございます。浦留海岸って言って、まあ、海なんですけども、うん、日本で一番透明度が高いというふうに言われている海なんですね、うん、まあ、沖縄とかともちょっと違う感じで、うん、透明、本当に透明です、ね、透明です、ね、うん、もうシュノーケリングとか砂が、うん、見える、水中の砂が見えると。でシュノーケリングもできるし、シーカヤックとか、うん、あと、シーカヤック、あとサーフィ ン, サーフィン、そういったものもマリンスポーツ、まあ、はい、ここではちょっとできないですけども、ここ岩見でしたっけ、ここは岩見町っていう鳥 取,、うん、鳥取県の東部ですね、うんうん、なんですけども、そういうのもいろいろできたりとか、そこのそばに隣接しているカフェとかで、うん、食事も取りながらそういうマリンスポーツに興じることもできます。でおっと、これは、倉吉っていうところで、10月に地震があったところなんですけども、鳥取県基本7割8割が曇りか雨なんですね、まあ、大げさにちょっと言ってますけど、うん、まあ、1年間住んでた人として見たらなんか、あ、また今日も雨降ってるなみたいな感じ でこの日も雨もしくは雪の予報だったんですけども、まあ、ちょっと山登ってみようよって軽く登ってみたらすごいいい感じで、うん、雲と太陽が見えて、はい、確かに、でこういう景色もやっぱりあんまり高いビルとかがない鳥取だからこそ感じられる、はいはいはい、ここに新宿でおーって立ってたらもう台無しですもんね、これ。この 300m のビルとかいっぱい立ってたら見れないんで、うん、そういう意味では鳥取の巣だなっていうふうに思います、うん、でこれ持ち枷っていう、鳥取市から30分ぐらい南に行ったところにある町なんです、町まあ、町なんですけども、もともと平成16年平成大合併で、うん、九州合併されちゃったところで5000人いた人口が今3500人ぐらい、はい、で空き家が100軒超、うん、100軒超あって、うん、もう空き家どれぐらいで買えるんですか。なんかお金じゃ多分ない気がします。お金じゃない、信頼な気がします。信頼ですか。お金以上のものです、ね、お金以上のものですね。で、まあ、そういう町で今学生、うん、大学生がここでゲストハウス開業したりしてて、
そこに何か10回ぐらい足を運んだりしてて、そういう意味でなんかいい街だなと思って、私この赤瓦、うん、もうすごいいいなと思ったんで、うん、写真に撮って今日持ってきました。いいですね。え、改札とかどうなってる？改札これ無人です。あ、無人。おお。駅いい、ね、駅舎ですだから、うん、はい、なるほど。で、これが鳥取市の中心市街地、まあ、さっき僕が言ったんですけど、シャッターが多く降りているところ、まあ、この日は、夜だったんであれですけども、結構夜だったし平日だったんで比較的その、まあ、僕が行った時に比べたら空いていたんですけども、でも車が全然いなくて人も全然いない、うん、そういうような感じでちょっと閑散としてるけど、でも一本路地入ってみたりする、うん、一本路地小道に入ってみたりすると隠れた喫茶店があったりとか、美味しいご飯を出してくれる定食屋さんがあったりとかしてて、そこも魅力ですね。一つ一つ魅力でした、はい。で、これが秋の大山、まあ、大山って言って、中国の、中国地方のか、うん、で一番高い山1800何峰みたいな感じの山なんですけども、そこに秋11月かな、うん、に足を運んだ時に、まあ、寺院とこの灯籠と、うん、紅葉がちょうどいい感じになってて、うん、秋とか冬とか、冬はスキーができるんですけども、うん、秋はこうやってもみじ狩りとかこういう風に楽し、はい、四季を楽しむことができる、そういうのが鳥取に魅力かなというふうに思ってます、はい。あとこの1枚ぐらいで、そうですね、うん、でこれが、さっきも言ったんですけど、うん、大雪、うん、90センチぐらい積もった時で、もうこれは車を運転してた時なんですけど、車を運転した後なんですけども、もうどれが自分の車だっけと思うぐらいのそうです、ね、そんな雪でした。ちなみになんかその毛布とかかけるんですか、車が冷えないように。いや、もう全然。ああ、もうだから必死にスコップで雪かいてみたいな、うん、3時間雪かきとかそんなのやって筋肉痛になってました、うん、なるほど。じゃあすいません、もうここでそろそろもう番組の終わりに近づいてきてるんですけれども、はい、まあ、今回からちょっと導入する新しいコーナーで、はい、稲妻即答質問っていう。何ですかそれは。はい、僕が、まあ、あの質問をするんで、はい、即答で答えてください。頑張ります。今日は5つ用意してます。多いですね。よし、はい、あと2年間で一番やりたいこと。いろんな地域見て回りたいなというふうに思ってます。なるほど。もしその来世自分が大学生になったとしたら、その来世の 大学生である自分に何を言いたいか。もっと勉強しろって言いたいですもっと勉強しろ。なるほど。じゃあここはちょっと気になるところなんですけど、はい、いろいろ大変じゃないですか普段から。こうやってその地域おこし協力隊とか、ね、うん、やってたり学生だったりいろんな、はい、なんか、まあ、問題が起こるじゃないですか、はい、その時理解者必要じゃないですか、はい、一番の理解者って誰ですか。一番の理解者、うん、やっぱベタなんですけど親が大きかったな。僕もだから行く時にすごい反対するかなと思ったんですけど、意外と即決っていうか、即決なんですか。応援してくれて、いいな、あ、よかったなっていうふうに思って。なんかもしその、まあ、お子さんがいる方が見てらっしゃるんだったら、まあ、応援してやってください。子供のこうやってこういう挑戦を。じゃあその今の糸田家のモットーって。モットー、うん、モットー、社会を、すいません、人が輝ける社会を作る、うん、あ、人が輝ける。なるほど、深いですね。いいですね。じゃあ最後の質問、鳥取のなしの糸竹はありえるのか。なし、鳥取なしの、鳥取がない糸竹はもうありえなくなりました。はい、とのことです。でその今日はそうだね、1分間ぐらい話したいことを用意してもらったみたいなので、どうぞ糸竹さんよろしくお願いします。そうですね、うん、まあ今日1時間にわたって、まあ、鳥取のことだったりとか、うん、まあ、僕自身が今この1年間で体験させてもらったこととかを喋らせていただいたんですけども、まだまだ多分鳥取の良さとかっていうのは喋れ、あの、お伝えしきれてなくて、うん、でそれをやっぱりぜひ皆さんに、見てらっしゃる皆さんに、体験しに行っていただいて、行ってほしいなというふうに考えてます、うん、で鳥取魅力、さっきも言ったんですけど、自然だったりとか食だったりとかいろんな魅力っていうのがあるんですけども、やっぱりそこに行った皆さんの判断、あの、興味関心であるとか好きなことによって鳥取のどこが響く、どこに共感したっていう部分あると思うんですよ。なんでそこをもっと何回も一回行ってみて、うん、良かった部分っていうのを追求するために何回も何回も足を運んで鳥取のことを好きになっていただければなというふうに僕は思っております。
はい、じゃあとりあえず、はい、自分で足を運んで自分なりの鳥取の魅力を見つけるってことですね。そうですね、やっぱりそれがないと始まらないと思うので鳥取に1回ぜひ足を運んでいただければなというふうに思っております。はい、運びましょう。ではあと30秒ぐらいですね。まあその今日もあの実はその前回の番組は結構いろいろごたごたしてしまったんですけど、今回の番組はなんとなく順調に自分も MC で2回目なんですけども、はい、まあ安心できるっていうか、これからなんかまあ一つ自分の中は一つステップアップしましたね。ああ、よかったです。はい、では皆さん、来月の第3週金曜日よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。